なんだと楽勝だと言ったなこのって感じ。はい、ということで今回も続きからやっていきたいと思います。ってことでみんなは相変わらず温泉にいるんだね。へい、さすがだじゃないな。よく魔物たちを追っ払ってくれたな。さあ、いよいよこの時だ。姉御救出作戦の開始だぜ。お、もうすでに佳境に入ってきた。それじゃあ救出作戦の説明を始める。心の準備はいいか？ほい。姉御は魔物の城の中で捕まっている。これを助け出すのがもちろん第一の目的だ。魔物の城ね、うじゃうじゃおるんやろうな。だが、そのためには姉御が入れられている牢屋を壊すための強力な武器が必要になる。その武器を作るにはだ。姉御が研究してた発明メモに書かれている。いろんな兵器作りの大元になるマシンメーカーってもんがいるらしいんだ。けどな、厄介にもそのメモ自体が今は物に奪われちまってるのさ。そこでだ、エリナ。救出作戦の第一弾として、魔物の城からまずはその発明メモを手に入れてくれ。俺はいつものように留守番してるぜ。お前たちの無事の帰りを夜空のお星様に。結局姉子言いながらそんな感じやん。なんだ？おー、なんだよ。凍てつくような冷たい目で人の顔を見るんじゃねえ。わかったよ。誰やろう。姉子のためだ。今回ばかりは、俺も行くぜ。城の場所はコンパスを見りゃわかる。しっかり準備を整えて、みんなで行くんだ。心の準備が できたら、もう一度俺に声をかけろよな。どもりすぎ。自分が一番準備できてないんじゃないの？うひゃ、なんだよ、アイナ。まさか姉子救出の準備ができちまったのか？いや、できていいだろ。よーし。いよいよだな、アイナ。そこでいつものようにお前に頼みがある。俺たち荒くれは血の気が多くてダメだ。お前が作戦リーダーになってくれ。いいか。魔物の城に攻め込むにはチームワークが大切だ。いくつか注意を言うぜ。一つ、回復薬はたくさん持っていけ。リーダーのお前が倒れたらおしまいだからな。一つ、仲間とは常に行動を共にしろ。単独行動をするとはぐれちまう。極力一緒に動け。一つ、深追いするな。時には引くのも大切だ。やばくなったら逃げるんだ。ちなみにな、やられた仲間を見失ったら、コンパスを見りゃ居場所がわかるぜ。さあ、まずは初めメモを取りに魔物の城に行くぞ。魔物の城は青い扉の先だぜ。ベイパーとギエラにも声をかけろよ。いいな。ほいほい。ガロンがついてくるようになった。お、珍しい。あら、いいな。魔物の城に攻め込む準備はもういいの？待ちくたびれたわ。早いとこ桃の城に攻め入って暴れてやりましょ。さあ行くわよ、アイナ。準備はできているのよね。できとるできとる。アイナ、あなたが作戦のリーダーよ。必ず仲間たちの動きを見て一緒に行動するの。さあ行きましょ。みんなが一緒なら絶対に負けはしないわ。まあ見た目は強そうよね。じゃああとベイパー。どうだアイナよ。桃の城に攻め込む準備はできておるのか？わしは早く一暴れしたくて、大胸筋がピクピクしておるぞ。さあどうだ？魔物の城に行く準備はいいか？ほい。油断するなよ、アイナ。必ず仲間と共に行動し、助け合うのだ。お、これで、三人とも来るようになった。おー、なんかすごいな。ビジュアル的にはすごく、心強いんだけど。じゃあ出発。ほい。ってことで、目的地は、斜め左の方向に、まあ、トントーンと行って、ガロンの戦闘力がどのくらいのもんなんだかちょっといまいちよくわからんけれども。ねえ、今までずっとブルブル震えよっただけやけんね。強いんかな？見た目的には強いし、まあ、筋肉は鍛えてるんだろう？何気に。よいしょ。降りれた。なにみんなダメージ受けてない？ほら、ダメージ受けてんじゃん、微妙に。ガスガスってめっちゃ。なんかフレームが見えたな。あっちの方向、こっちから行けるってことかな。フレームはね、攻撃が効かないから、相手に、うわー、待って！ストーンマン来た。ちょっとやめてね。この先行ったら来れないだろ。きっと。
お、え、なになになに、関所の門番たちを倒せ。あー、もういかにもこの先何かあります的な。さあ4人がかりでやっつけよう。なんかストーンマン来たって、なんかストーンマン来たって、しかも見えねえって、ストーンマンの後頭部で。待って、何かが起こりそうな。うお、やばいやばい。何、共に参ろうぞじゃなくて戦おう。あ、関所制圧した、やったね。てか4人がかりでやったらさ、ストーンマンの体力減らすのもあっという間だな。ほらほらほら、イエーイ、やったー。何のアイテムも落とさない。うわ、ちょっと待って、2体目来たんだけど。なんだと、楽勝だと言ったなこのーって感じ。いや待って、殴られた。お、すごい、みんなすごいよ、さすが。てかこの辺の岩とかも取れるんやね。ほっはっ、どう、初めてマグマ岩を手に入れた。これも取りたいんだけど。はっ、いやー、焼けるー焼けるー。まあ、これで関所突破。うわー、窓ハンドいっぱいいるよ。どっち、あっちの方向？何、行けるのあれ。あ、なんかおるよあれ。これはどうだ、あっこに行けばいいってことかな。待って、やめて。じゃあここから、みんな間違えた、みんなついてきて。何、なんか倒したみたいだけど。うわ、何何何、なんか揺れたよ。ひえー、来るな。いや今めっちゃね、コントローラーがブルってなったんよ。何事やろ。え、びっくりした。何これ、ドラゴンゾンビとか出てくるんやねん。大丈夫。お、お、初めて竜族の骨を手に入れた。だからそんなことしよる場合じゃないんよね。あ、バリケードあるやん、なんか。あっちの方向。ここかな、魔物の城って。いやー、怖い。初めてバリケードを手に入れた。イェーイ。うわ、魔導士おる。私、魔導士苦手なんよね。ほらほらほら、白っぽいよ。さあ、みんな。みんな死なないでね。うわ、私が殺される。私が殺される。まっすぐでいい？まだまだ全然まっすぐやね。これさ、剥がせたりとかせん、剥がせたりせんみたいやね。ちょっと一瞬取れるかなーって思ったけど、あー、魔導士おるね。どこまで行けばいいんやろ。これ、あっち。まだこっちか。みんな体力は大丈夫かい？こっちの方向？なんかこの辺、あ、なんか階段あるね。ん？人？人おるよ。うわ、びっくりした。ほらほら。話す。おや？君は僕の姿が見えるのかい？いや、また幽霊パターンか。それで、こんなところへ何をしに？ひょっとすると、ローン捕らえられている女を助けに来たのかい？お、知っとんや。だとしたらやめておくんだね。あんな女を助けるとろくなことにはならない。どういうこと？ん？どうしてかって？それはね、なんか化けそう、モンスターに。あの女が人殺したからさ。悪いことは言わない。さあ、このまま引き返すんだ。え、モンスターじゃないの？特に何もしてこ、ん？話す。誰だい？そこにいるのは。ひょっとして、私を助けに来てくれたのかい？お、姉事やらか。ったく嫌になるね。こんな情けない姿見られちまうなんて。この牢屋はものすごく硬くてね。どでかい大砲でもなきゃ壊せやしないさ。まず大砲を作る手がかりを探すんだ。そしてあいつで大砲を作って、もう一度来ておくれ。大砲を作る手がかりは、この城の中にいるトロルが握っているはずさ。頼んだよ。あんたのこと、待ってるからさ。コンパスに目的地が表示された。トロルやってトロル。骨は破壊するだけなんだな。うわぁ、魔導士だらけなんですけど。あっちの方向。じゃあやめてよ。噴煙で見えないって周り。
こっちの方。びっくりした。敵が追いかけてきたかと思った一瞬。こっち？ん？うわ、びっくりした。トロル立ち。立ちってやめよ、ちょっと。あ、てかなんかめっちゃ家具いっぱいあるんやけど。この辺のもん持って帰れたら、お、初めて看板手に入れた。ね、この辺のもの持って帰れたら結構なんか強いよね。あ、この宝箱やん。倒さんとあかんみたいやけど。まあそりゃそうか。パカって開けれたらね、そんな簡単なことはないわ。へいへい。お、もうやっつけた。早くね。やったね。アユナは宝箱を開けた。なんと発明メモを見つけた。発明メモを手に入れた。やったね。これで完成だ。この辺のものさ、ほら、初めて木箱を手に入れた。イエーイ。この辺のさ、机とか椅子も、ほら、初めて木の椅子を手に入れた。初めて木のテーブルを手に入れた。いい感じ、いい感じ。これはやっぱり壊れない。これぐらい？お、初めて女性の肖像画を手に入れた。肖像画ってさ、いやー、ちょっと待って。キメラ、キメラ、キメラ。お、キメラの翼を使って拠点に帰りましょう。お、死にかけとるやん、あいつ。ね、肖像画ずっとさ、ギエラが、部屋の中に欲しいみたいなこと言いよったよね。お、冒険が終了した。あれちょっと。へい。うおー、トロルを倒して発明メモを手に入れたな。どれどれどれ。ちょっと俺に見せてみてくれ。ほい。これ。ふんふん。ふん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 。ダメだ。俺には何が書いてあるかわからん。わからんのかい。まあとにかく、これでマシンメーカーってやつが作れるわけだよな。そいつがあれば、姉子のいる両親を壊す強力な兵器を作れるはずだぜ。ふんふんふん。な？なんだって？姉子のローの前で人と話しただと？え、いたじゃん。ん？姉子が人殺し？そのローの前にいたって男が言ってたのか？あんな場所に人がいるとは思えねえ。どうせ夢でも見てたんだろ。あ、そっか、幽霊見えんのかな？他の人には。お前の夢にかまってる暇はねえんだ。さっさと姉子を助ける準備にかかろうぜ。さあ、アユナ。この発明メモの解読は当然のことのようにお前に任せる。当然のことのようにじゃねえわ。さっさとマシンメーカーを作って姉子の牢屋をぶっ壊す兵器を開発しようや。お、思いつくか？クエストコンプリート。鉄のインゴット。もう鉄のインゴットも作ってくれるようになったの？マシンメーカーをひらめいた。簡単な機械を作るための道具。簡単な機械なんやね。まあ。はい。ということで、今回はこの辺で終わっておきたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローよろしくお願いします。ツイッターの方は動画を見てきましたと一言くだされば、私の方からもフォローを返させていただきたいと思います。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。すごいよね。4人がかりで言ったらもう、ストーンマンだろうがトロルだろうがあっという間なんだけど。